今日はです、ね、あのテーマとしてはあの、まあ、ゴンさんの,あの、えー、逮捕劇、えーまあ、逮捕起訴もされてますけれどもについてはそれ自体の問題はまあちょっとあのいろんなアングルからそれなりにやってきたんですけれどもどちらかというとあの今日はですねその,そ,、まあ、その事件そのものがどうこう、まあ、多少事件の話はせざるを得ないと思うんですけど事件そのものがどうこうというよりもそ,れその事件が一、まあ、つ今日のゲストの言葉を借りれば まあコップの中の嵐というのがまあそのルノーがどうだ日産がどうだ三菱がどうだって話が一つで連合がどうだその三者連合がどうだって話があるんでしょうけどそのコップの外に今どういう状況になっているのかどうもここに来てまあテスラに代表されるようなえまあ新しいプレイヤーたちが今後どんどん入ってくるえでそこにまあキーワードの一つでケースと言われるですね、まあ あのコ,ネクコネクテッテッドで、えー、それからエス、えー、ですから、えー、とオートモーーティブオノマスかオートノマス自動運転でエスで,、まあえー、ですからシェアード、まあ、あのウーバーに代表されるような、まあ、シェアードそれからエレクトリックというような、まあ、ケースがですね、えー、ということになると今までの自動車産業自体が どこまで対応できているのかあるいはそれがガラッと変わるのかとかですねちょっとその、まあ、ゴーン事件から始めてなんか随分大きな話になる,、えー、なることを期待しつつですね今日はちょっとそんなテーマ設定をいたしました私自身あのゴーン氏が逮捕されるとは夢にも思ってなかったんですが日産ドルーノーの系統合なりはい、はい、何らかの動きは近いんだろうなと思ってまして、はいはい、かなり準備は してたんです、ね、まあその逮捕されたので、まあ、そ,れその予定を少し書き換えて背景にはこういうことがあるということをこう出したら、うん、それを見た他のメディアの方が「まあ、じゃあぜひそれ解説してください」というようなことでですねまあその「これはクーデターなんじゃないか」というようなタイトルがこうついたんですけども。うん、そのカルロス・ゴーンという人の、えー、日産の中における、まあ、こう権力というのはもう 兄弟で誰もその触れられないような体制になってたということはお感じになりましたかあ、まあ、独裁体制 でしたね、まあ先制君主制っていう言い方がいいかもしれないんですけど、うんうん、ただ私はその大きく3つのフェーズに分かれると思ってまして1999年に来てですね、はいはい、2005年ぐらいまでルノーの CEO を兼任するぐらいまでは、うんえー、ゴンさんっていうのは結構ひたむきにこう、まあ、リストラいっぱいやりましたけど自分が率先して現場にも出て、まあ、汗をかくっていうような形でやってて、まあ、この 2004年がある意味、まあ、ゴンさんの絶頂期だったとこの頃までのやったことっていうのは今ジムさんおっしゃったように潰れそうな会社に来たわけですから評価しても私はいいんだろうと思うんですねところがその2006年以降にですねやっぱりリストラやりすぎちゃっていい新商品が出ないとかその人を人員をですね削減しすぎだとかですねこうそういうなんていうんですかねコミットメント系必達目標系のですね 弊害みたいいなもののがが出てき始めたという2006年からだいいいたた2013年ぐらいで,ですねただその間にリーマンショックとですね東日本大震災があってそれはいわゆるゴーン流の外科手術といいますかまあリバイバルプランみたいなテクニックがですね非常にうまく機能したもんですからトヨタやホンダに比べてリカバリーがこう非常にこう早かったんですねだからそういう意味でゴーンさんさすがということでちょっとゴーン神話が なんていうかげってたんですけど大震災とリーマンショックでゴンはさすがでねってまた言われたんですねうん、うん、ところが2013年にその各社とも復活してきた中で日産だけ業績が落ち始めてやっぱり完全にまあゴンさんのリストラだけの手法っていうのはですね限界がきてると。でそれをまあ社長自らの責任なんですけど部下に押し付けるようになってそのまあ部下の首を こうすげ替えていくっていうようなですね経営になって完全に2013年以降私老害2013年の11月の私決算の時にですねあの手を挙げたら当たったので。 えと節を怪我してませんかってん聞いたんですよ記者会見でそしたらですね、まあ、それについては答えなかったんですけどそれは当時のシ賀 COO 最高執行責任者をこう解任したんでですねうん、うん、ゴンさんにも責任あるんじゃないかという意味で、えー、今までの実績は認めるけどうん、うん、あまりにも長くなってうん、うん、あなたの力衰えてるから節を怪我すって言うんですよというふうに言ったらこれは若返り人事だということを言ったわけです。でゴン 志賀市の後任は c o は置かなかったんですけど今の才川社長が事実上の日本人トップになったんですけど滋賀さんと西川さんんんと同じ年なんですね若返りでも何でもこれも完全に機弁を下ろしているなというふうにこう私は思いましてああもうちょっともうゴーンさんの経営者としての賞味期限は切れたなっていうのが私の率直な感想でその時ある電子媒体にこれからの日産に必要なのはそのゴーン氏の寝首をかくようなリーダーシップだって私書いたんですね。 まさににその通りになったんですすねそうするとねねそうですなるほど。井上さんは「コップの中の嵐」っていうような表現もされたんだけどもちょっとこう全体自動車産業全体って時見たときにこれっていうのはどういう位置づけになるんでしょうこの突然日産ルノーの、まあ、結構大きな存在感ある連合ですよね世界3位だし、ね、1,000万台だしねそれこそチャンスだとか何かこうここなんかこう隙ありみたいなところっていうのはその他のところから見ると あるんでしょうかうですいや例えばこれはもう時代の流れが早い中でいろんなことにその自動運転とか電気自動車とかコネクテッテとかいろんなことをやらないといけない中でやっぱ意思決定がどんどんん遅れてる、うん、もう今例えばアライアンスでいろいろ共同開発とか共同生産とかやってる中で日々のオペレーションどうするのかも、うん、なかなか議論できにくい状況にあるわけですよね。うん、そうすると 自動車メーカーの命である新商品の開発がこう遅れてくるとその間にお客さんが他のメーカーに取られるかもしれないということでこの三社連合のごたごたというのはですね各社から見ると隙、まあ、ができたというかこの隙にと企業名を言うとその企業を象徴するような技術や商品名が出てくるじゃあトヨタって言うとハイブリッドとかプリウスっていうのがこう出てくるわけですよね。ニス 日産からやっぱそういういのはなくなくっっちゃった実はホンダもそうなんですけどねあのああ <laughs> 日産からじゃあ日産というと例えばただ唯一最近は e パワーっていうのがですね、うん、日本では売れてるんですね、うん、実はあの e パワーってゴンさん反対だったんですね、うん、あの車を、うん、出すことについてはですね、うんうん、今はルノーは再してお世話になってなくても日産だけではちょっとこの先は厳しい、ね、じゃあもしかするとこの連合自体も 連合があったとししても厳いかもししれないいでですすね厳ね私はこのままだとこの三者連合は弱者連合になる物流企業として移動手段っていうのはどうあるべきかということを考えてい自分たちは私は作らないという。っこここううういいととが作るなんですかですから私はそうなると下請けになっちゃうわけですね右側のこのこういうところがグーグルやアマゾンの下請けになってるで実際これ開発費なんか見るとですねトヨタが日本で大体1兆800億かな1兆500億。 1兆500億円の研究開発費を持ってるんですけど大体アマゾンはその2倍ぐらいあるわけですよ、ね、でグーグルが大体1.8倍ぐらい研究開発費を持っててですねもちろん車だけじゃないんですけど、うん、そういう莫大な研究開発費を持っていろんなこう挑戦をしているということに対して今ここはすごい危機感があって、うん、彼らこ,のこっちのこっちの人たちもですねこのグーグルやアマゾンがハードの車を作るとは思ってないですね、うん、OS で支配される、うん、ということに対しての危機感がこうあ あるんだといいううふうに私は思いますねガソリンもねディーゼルもあの燃費勝負になりなおかつあのコネクテッドっていう面でですねその時代の最先端の技術を取り入れるっていうふうになることで実はかつての車の売りですよね例えば BMW や BMW の売りとかダイムラーのベンツのメルセデスの売りとかってどんどんこうなくなってると思うんですよ。その新しいベンツの型のことか見ても結局エレククトリック つまりコネクテッドの部分ばっかり強調していてかしら走りとかエンジンとかっていう部分はまあ随分プレゼンテーションが減りましたよねあまりバリとかも意識しないもんね、うん、そんなものは全くと言っているほどカトラック上は意味を持たないよなってますよねそうすると車のブランドっていうのはつまりこの伝統的なね、カーメーカー車メーカーにとっての車のブランドっていうのはどういう意味を持つものに カーシェアになってくると、ね、そのブランドで選ばないんですよね移動手段として、うんえー、消費者の方は買うわけですからいいだ,だから、まあ、その雨漏りがするとかですね事故に遭うリスクが合うとかそういうのは困るんでしょうから、うんまあ、一定の品質を、えー、維持していればど、まあ、移動手段としてどれでもいいわけですから、うん、私は大衆車についてはブランドが消滅していく要するにプレミアムブランドとしてだけ残るということですね。 残っていくのではないかなと富裕層向けですね見てますね。ただその単純で